いつも日本家政の YouTube チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。以前の動画で NS ニューハイレベラーの標準仕様を超える厚み施工での影響について検証しました。またその動画では厚みをつけられる製品として NS ハードレベラーをご紹介しました。今回はこのハードレベラーに注目してみます。こちらはハードレベラーのカタログです。厚付け製に加え速攻タイプの性能も有しており、当社 SL 材の中でも特に性能重視の材料です。標準仕様は施工可能厚みが5から40ミリと幅広く対応しております。この動画ではこの幅広い厚み設定の検証として、あらかじめ段差を仕組んだ下地にハードレベラーを流し込み、厚みの異なる各部位を平らにできるかを実演していきます。検証にあたってご覧のような段差をつけた専用の下地を準備しました。段差の高さは10ミリと比較的低いものから20ミリ、さらにハードレベラー製品仕様の最大塗り圧である40ミリまで3段階としています。ここに標準水量で練り混ぜたハードレベラーを流し込んでいきます。硬化の状況を見てみましょう。こちらは流し込みから約1時間後の状況です。この時点では表面に光沢があり、まだ水が引いていません。では時間を進めます。表面から光沢が消え、水引きが来ました。水引きは中心から始まり、次に右側、最後に左側という順番でした。施工圧が40ミリ、20ミリ、10ミリと厚い部分から順に進行していることがわかります。セメントの硬化反応は発熱を伴い、また温度が高いと硬化が促進されるため、厚い箇所ほど熱が逃げにくく硬化速度も早まります。現場で施工する際、大面積で厚みをつける箇所では打ち継ぎ時間を考慮して流す時間の管理や面積ごとに区切る等の対策をお勧めします。3日後、周囲の枠を外していきます。ご覧のように各段差を覆うようにハードレベラーが充填されており、表面は段差の境界線をまたぎながらも平滑性を保持しています。今回の検証のように凹凸の激しい改修床施工等で NS ハードレベラーは優れた性能を発揮します。これから春にかけて徐々に暖かくなる季節の節目です。 SL 材などのセメント系材料は温度によって硬化速度が異なるため、貸し時間や打ち継ぎ時間、軽歩行可能時間等に注意してご使用いただくようお願いします。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。